Hope Osaka. You Hope Osaka, ようこそいらっしゃいました。Don't we have a nice atmosphere here today? 今日は素敵な雰囲気の中で礼拝をしています。We have nice flowers and nice background. 綺麗なお花もありますし、綺麗な背景の中で礼拝しています。So yesterday is a day of celebration. 今日はお祝いの日です。As you know, we're having a wedding after the service. 皆さんご存知のように礼拝の後に結婚式があります。And we're gonna celebrate then, and we're gonna celebrate now too. まあその時もお祝いしますし、今もお祝いしましょう。So let's pray. お祈りしたいと思います。Father, we thank you for this day of celebration. このお祝いの日をありがとうございます、お父様。We thank you for a new life that you give to us. あなたが与えてくださった新しい命をありがとうございます。We thank you for restoration. 回復をありがとうございます。And we thank you for giving us hope. 希望を与えてくださってありがとうございます。And giving us strength. 力を与えてくださってありがとうございます。Father, may we be a blessing to you.今日あなたの祝福と私たちがなれますように。And to celebrate you right now. 今あなたをお祝いできますように。Amen. In Jesus Christ's name we pray. イエス・キリストの御名によってお祈りします。Amen. Amen. Amen. So let's stand and let's worship the Lord. 立ち上がって共に礼拝を捧げていきましょう。こんにちは。ハロー。アロハ。賛美しましょう。His eye is on the sparrow。日本語の題名はなぜか心をくじけてという寂しい題名ですけども、賛美したいと思います。
happy. なぜなら本当に神様が私たちを自由にしてくださったから、本当に神様の本当愛と自由がこの場所に流れていることを本当に感謝します。続いて賛美しましょう。主イエスの愛はどんな時にも私の力、私の命、主の愛がこの場所に満ち溢れます。主イエスの愛はどんな時にも私の力、私の命、取り囲んでいるっていう聖書の言葉がありますけども、私たちの周り、
もう私一人で誰もいないわって思うかもしれないけど、実はキリストの愛が取り囲んでるんですね。取り囲んでる人がいっぱいいるから、ここ愛満タン子です。感謝します。本当にその愛を本当に覚えて賛美しましょう。愛と癒しの
私たちも強いものとなることができることを感謝します。また本当に主よ、あなたが本当に全てを治め、全ての本当にイエス様財を持っておられます。私たちはあなたにあって富んでいるもの、本当に王国の本当に王子様であってお姫様であることを感謝します。本当に私たちが持たないように見えても、本当に神様は本当にお父さんがいっぱい持っておられることを感謝します。そのお父さんと一緒に生きられることをただ感謝します。今本当にこの場所にいてくださる神様、あなたのことを覚えます。本当にあなたが作ってくださった、本当にこの素晴らしい本当に地球の中に、本当にこの世界の中に私たちが今生きていること、そしてその中で神様あなたのことを先に知ることができたことを感謝します。イエス様、本当にこの終わりの時に本当に先に知った私たちが本当にあなたの愛を伝えることができるように、本当に弱くて何もできないと思っている思う時もありますけども、本当にあなたにあって強められて、本当に人々に愛を届けるものとならしてください。私たちからあなたの愛が溢れ流れていることをただ感謝します。本当にただそのあなたに今日礼拝を捧げます。イエス様の名によって祈ります。アーメン。Well, it's again a blessing to see everyone here today. 皆さんにお会いできることは本当に祝福です。And we're going to be continuing on the series that we have on ministering to one another. 続けて今続いているシリーズの互いに使えるという形シリーズでメッセージを語りたいと思っています。 As we finish passing the basket around there, I'll just 劇の籠が回る間 I continueHere. But anyway, you know, the idea of ministering to one another is a very old concept. 実は互いに使えるというこの考えなんですけれども、実は非常に古い考え方であります。But it's also a new concept. 同時に新しい考え方です。Now, how can I say that? なぜそういうふうに言えるのでしょうか? Well, I say that because we have theearly church almost 2000 years ago. 今から2000年前のことですけれども、初代教会においてもこの考えがあったんです。And the early church, we're talking about the church just after Jesus Christ rose from the dead and went to heaven. 初代教会というのは、今から2000年前、イエス様が十字架に仕えて復活されて天に昇られたその後のすぐその時の教会のことを初代教会と呼んでいます。And at that time, the people were ministering to one another.その時、教会の方々はお互いに使い合っていたんです。 If you think about it, there weren't any seminaries. 当時は神学校もありませんでした。 There weren't Bible schools. また聖書学校もありませんでした。 What was there? 何がありましたか? There were people. 人がそこにいたんです。 And the Holy Spirit. 聖霊様がいらっしゃったんです。 And through the Holy Spirit, people were going and preaching the good news.聖霊様の力によって人々は出て行ってこの福音を伝えたわけです。People were filled with the Holy Spirit. 人々は聖霊様に満たされていました。And God did amazing things. 神様は驚くべき御業を起こしてくださいました。Actually, the things that happened, it's difficult to reproduce today. でもそのことが今も同じように再生産されているわけではないんです。But, Again, through the Holy Spirit, people naturally ministered to one another. 聖霊様が働かれるときに、人々は自然と互いに使い合うことができます。Then after hundreds of years, それから数世紀にわたり、and the Roman Empire, the Catholic Church, ローマ帝国やカトリック教会が現れて、many things changed. 状況が、あらゆる状況が変わりました。The Word of God, the Bible, was only in Latin.
そして、まあ、神の言葉である聖書はただこうラテン語訳しかありませんでした。 So common people couldn't read what we think of the Bible now. なので一般大衆庶民はこの聖書を読むことができなかったんです。 And only certain church leaders and ministers could read the Bible. なので、まあ、ある特定の教会のリーダーだったり牧師リーダーだったりがその聖書を読むことができたんです。 And it was only the church leadership could actually forgive sins. そしてただ教会のリーダーシップのみが罪を許す権威が与えられていたんです。 So you see the whole idea, the concept of ministering to one another was lost. なのでこの互いに使い合うというそのような概念は失われていたんです。 Only certain people could minister. ただ特定の人たちだけが使えることができたわけです。But let's fast forward about 1,600 years. でも時代を、まあ、ちょっとこう巡り巡って1600万年後のことですけども。That means like now. それはまあ今現在ということなんですけども。from that time of the maybe the difficult, the hard church, the old church. 1,600 years from the time of the Catholic Church beginning. まあ、1600年前に、まあ、カトリック教会が始まったわけなんですけど。And so we can see though today we can again minister to one another. でも今この時代においても私たちは互いに使い合うことができるようになったんです。Today we're going to be focusing on relationships and how we can minister to one another. 今日は特に関係というところにこう的を絞って互いに使えることを共に学んでいきましょう。Now, when I say minister, I'm not talking about doing something, or let's say I'm talking about doing something for another person that encourages them. まあ私自身がまあ使えるということを言ったんですけども、それは他の人の励ましとなるように霊的に使える、霊的に励ますということを話しています。Yes, and encouraging especially in a spiritual way. 特にまあ霊的にどのように相手を励ますかということを一緒に学んでいきましょう。But when I say this, even simple acts of kindness can actually help us to know that God exists and that He's good. 実はわずかな親切なその行為が、まあ、人々に神様がおられるということ、また神様は素晴らしいお方であるということを理解する助けとなり得るんです。Now today's message can be applied in any relationship and in any to anyone.まあ、今日のメッセージは、まあ、あらゆる関係においてまたあらゆるお一人お一人の皆さんにとっておそらく当てはめることができるメッセージだと思います。 And as I mentioned, we have a wedding coming up after the service here. 先ほども申しましたようにこの後に結婚式があります。 And today's message points can be applied to marriage as well. なので今日のメッセージのポイントは結婚生活においても適用できる内容だと思います。 So Kevin and Sherry, please listen. なのでケビンさん、シェリーさんよく聞いてください。And anybody else that's married. また結婚されている方々ぜひ聞いてください。And anybody that might be married. またこれから結婚しようという方もぜひ注意して聞いてください。And anybody that doesn't want to get married. また、まあ、結婚はまだいいかなと、まあ、結婚したくないという方もぜひ聞いてください。So anyway, please listen, everybody. 皆さんぜひ今日のメッセージをぜひ注意深く聞いてください。So first of all, let's look at Ephesians chapter 4 and verses 1 through 3.まず最初にエペソビトへの手紙4章1節から3節をご一緒にお読みしたいと思います。日本語からお読みしたいと思います。エペソビトへの手紙4章の1節から3節です。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合い平和の絆で結ばれて聖霊の一致を熱心に保ちなさい。 Let's read it in English. Ready, go. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. You know,Just what we read is just what Satan doesn't want. まあ、皆さんご存知のように今読んだことは実はサタンが一番嫌うことです。 Now Satan does not want us to be at peace with one another. サタンは私たちが互いに平和で一致を保つことを喜びません。 And he especially doesn't want Christians to be at peace with one another. 特にクリスチャンが
本当に互いに平和を保つことは望まないんです。And this is important for Christians to know. なのでクリスチャンにとってこのことを知ることはとても大切なことです。And according to the Apostle Paul, the goal that we should have is a unity of the Spirit. まあ、使徒パウロによると、まあ、私たちが持つべきその目的というのは霊的一致を保つことです。Now, unity of the Spirit doesn't mean that we agree on everything.御霊にある一致というのは必ずしも全てにおいてお互いに同意し合っているということではありません。But we agree on the most important things. しかし、まあ、最も大切なところにおいて同意し合う必要があります。For example, we agree that Jesus Christ is the answer to every problem in the world. まあ特に、まあ、例えて言うならば、私たちはイエス・キリストこそがこの世界においてのさあらゆる問題に解決するその解決の鍵であるということを同意しなくてはいけません。We can disagree on other things. でも他のことに対してたとえ、まあ、同意できなくても For example, maybe the colors in the church. 例えば教会のこの色ですね。またはこの室温が暑いとか寒いとか。We can disagree on things like that, of course. まあそのような些細なことは、まあ確かにこう同意できない部分もあります。But with a bond of peace, we realize certain things aren't really so important. まあ愛の絆の中にあって、あるものはそこまで大切じゃないこともあるんです。Now, we can encourage you to be yourself, of course, in this church. 本当に皆さん自身もこの教会において励まされる必要があります。And that's good.It's good to have all the different ideas. さまざまな異なる考えがあることは良いことです。When we have a team, everybody should bring their strong points with them. チームとしてそれぞれの強み、それぞれの長所を持ち合わせているわけです。But the thing is people are encouraged when we stand with them, even though we disagree.だけども、まあ、たとえ意見の違いがあったとしても、私たちが共に立ち続けることを見て、人々は励ましを受けるんです。This shows maturity and people are encouraged by this. そのことは人格の成熟を表すものであり、人々に励ましを与えていくことになります。Sticking with people is comforting in a relationship. 互いにこう和合して歩むということは、人々関係において慰めを与えるものです。When you stay there, it's saying, no matter what disagreement, no matter what failure, I'll be there for you. たとえ意見の違いがあっても、私はいつもあなたと共にいます。そのことはとても大切なことです。And this brings us to the first point for today. そしてここで今日最初のポイントになります。Number one, we can minister to a person by being a faithful friend to them. 最初のポイントは、私たちは忠実な友達になることによって人々に使えます。Yes, it's comforting when we have a faithful friend. まあ、忠実な友達になるということは、忠実な友達であり続けるということは私たちにとっての慰めです。And the passage that we just read has some basic things that we need to keep a relationship. 先ほど読んだ、まあ、聖句なんですけれども、私たちのこの関係を保ち続ける上でとても大切な基本がここに書いています。We can see the important points of being a friend. 友達であり続ける上での大切な鍵があります。For example, we need to be humble. 例えば、私たちは互いに謙遜になりましょうと書いています。We need to realize that we're not always right. それは私たちはいつも自分が必ずしも正しいというわけではないということを知る必要があります。We need to be gentle. 私たちは柔和である必要があります。That means, for example, we can be careful with our words. それは言葉においていつもこう気を使うべきです。気を使う必要があります。We need to be patient. 私たちは柔和である私たちは寛容を示す必要があります。To do that, we need to be understanding of another person's situation. それは私たちは他の人の状況も理解する必要があるということです。And we need to bear with one another. また私たちは互いに忍び合う必要があります。
And I believe this has to do with long suffering. まあ、これは特に私自身も信じることは特に苦しみとか試練困難の中でこのことが語られています。 Keeping a relationship in good and bad times. たとえ時が良くても悪くても順境でも逆行でも関係を保ち続ける必要があります。 And if we do these things, don't you think that's encouraging in a relationship?まあ、これらのことを見るときに本当にこのような互いの関係というのは私たちにとって励ましになると思いませんか。And don't you think that's glorifying to God? これは神様に栄光を表す生き方だと思いませんか。 And living like this is what Paul says in the scripture, living life worthy of the calling. まあ、このように生きることはパウロが聖書の箇所で言っているようにキリストの召しにふさわしく生きる生き方ではないでしょうか。So the calling, of course, is to be following Jesus. もちろん私たちの召命、私たちの召しというのはイエス様に従っていくということです。But our, there's an encouragement for our lifestyle to follow that calling. で、同時に私たちはその召しにふさわしく生きるその生き様が求められています。As Christians, we're called to live godly lives. まあ、クリスチャンは、私たちクリスチャンは敬虔に神に似た姿として生きるように召されています。Just a thought just came to me. Some people think to reach non-Christians, you have to become like them. ある人にとって、まあ、ちょっと思い出したことなんですけれども、ある人にとってクリスチャンではない方に福音を伝えるときに、そのクリスチャンじゃない方のような生き方をしなくてはいけないというふうに思っている方もいらっしゃいます。And sometimes this is taken to an extreme. でもそれはあるときにそれを極端にこう曲解して。When I was in college, I met a guy who took drugs with non-Christians to be a witness to them. 極端に考えている人もいるようです。私が大学の時にこうクリスチャンじゃない人に福音を伝えるためにそこで麻薬を打っているその場所に行って一緒にその時間を過ごしたという人がいました。But I don't think that's very good. しかしまあそれは正しいことではない、良いことではないと思うんです。The thing is people that are caught up in things of the world want to be see something different. まあ私たちはこの世の中にあって何か違いをもたらすものとして召されています。They may pretend that they're happy, but they're really not. 彼らは、この世の人たちは確かに幸せそうに見せてますけど、でも実際はそうじゃありません。But only through Jesus Christ can we have these qualities in our lives.ただイエス・キリストだけが私たちそのような清さの質をもたらしてくださるお方です。So Jesus should get all the glory in our good relationships. イエス様だけが全てにおいて栄光を表してくださる方であり、イエス様が私たちにおいて関係においても栄光を表してくださる方です。So, today you'll notice, that all the verses are out of the book of Ephesians. 今日の、まあ、メッセージの箇所なんですけど、皆さんお気づきになったか分かりませんけれども、みんなエペソ人の手紙から引用しています。 And if you read the book of Ephesians, you see a lot of the words are about relationships. エペソ人の手紙にはたくさんの関係に関する教えが書かれています。 And husbands and wives relationship. 夫婦の関係とか。 You also need notice that when we live, that the way we treat people is important to God.でも同時にですね、まあ、人々に信頼をするということは神様にとってもそれは大切であるということを気づくはずだと思うんです。 We can see this in Ephesians chapter 4 verses 30 through 32. このことがエペソ人への手紙4章30節から32節に書かれています。 Let's read that. エペソ人への手紙4章30節30節から32節日本語からお読みしたいと思います。いきましょう。3、はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに見なして去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So, if we don't
treat people well, もし皆さんが他の人に対してよくしなければ、and we have the wrong heart attitude towards other people, また他の人に対して間違えたこの態度を持つならば、we can grieve the Holy Spirit. それは聖霊様を悲しませることになります。What does grieve mean?じゃあこの聖霊様を悲しませる、その悲しませるというのはどういう意味でしょうか。Maybe Japanese is easier than the English translation. 実はまあ日本語の聖書の、あの訳の方がもっと原文に近いんですが。But the Greek word for grieve is lupeo. まあ言語のギリシャ語の悲しませるというこのギリシャ語の言葉はルペオという言葉です。Which basically is to make sad. それは誰かを悲しませるという意味なんですが。So, God is a moral being. まあ、神様は善悪を判断されるお方です。And he's given us, ability and a sense for morality too. そして私たちにも、まあ、善悪を判断するその価値基準を与えてくださいました。And he gives us similar feelings that he has. 私たちは神様が持っているのと同じようなそういうあの、まあ、感性というか感覚をが与えられています。So if we have unforgiveness or bitterness towards someone, it grieves God. なのでもし私たちが許せない心だとか誰かに対して苦々しい心を持つならば、それは神様を悲しませることになります。But not only that, it also prevents God from moving. それだけではなくて神様が働かれることの妨げとなります。I say this because Jesus said that if we don't forgive, that he wouldn't forgive them.イエス様がおっしゃこういうふうにおっしゃいました。もし私たちが他の人を許さなければ、神様も私たちのことを許すことができない。So, really, unforgiveness is, more harmful to the one who will not forgive. 実は、許せないという心は、許そうとしないあなた自身、本人にとってさらに大きな問題になり得るんです。So, we need to forgive. なので私たちは許す必要があります。Here's our second point for today. ここで2つ目のポイントに移りたいと思います。Number two, we can minister to other people by showing compassion and forgiveness. 2つ目のポイントは、私たちは憐れみと許しによって人々に使えます。If we're moved by compassion, we will just naturally forgive people.私たちが相手への憐れみの心を持つときに自然と相手を許すことができるようになります。So, to get compassion, sometimes we need to change our focus. 私たちが憐れみの心を得るときに私たちの焦点、フォーカスが変わってきます。We need God's focus. 私たちは神様においてのフォーカスが必要です。And as we forgive, God's Spirit is able to come into the situation.私たちが許すときに主の御霊様がその状況、主の御霊様がその状況に来られるんです。Forgiveness brings healing to both parties involved. 許すことは、まあ、当事者双方に癒しをもたらします。I think that all of us would like to have someone forgive us. まあ、おそらくですね、私たち皆、もし誰かが自分を許そうとしない、そういうような人が いたとするならば、We maybe know what it's like to not be forgiven. まあ私たちは許されるにふさわしいものではないかもしれませんが。And when we're not forgiven, we don't have a total peace, do we? もし私たちが私たちのことを許せない人がいるならば、心の中は平穏ではいられなくなります。そうですよね。Of course, we should try to have, peace with everyone.まあ、私たちはあらゆる人とこう平和を保ちたいというふうに思ってはいるんですが、sometimes we can't. でもそれができない時もあります。And that's saddening, grieving to us too. それはまあ私たちにとって悲しみであり、また憂鬱にさせるものでもあります。But God can help us to still have peace in that situation. でもそのような状況においても神様は私たちが平安な心でいられるように助けてくださいます。And The thing, the opposite of this is to be forgiving, which brings release and freedom. 反対に、もし、まあ、許すならば、許されるならば、解放と自由がそこにもたらされるわけです。It's important for us to forgive quickly. なので、私たちにとってすぐに許すということはとても大切なことです。And with God's help, this will not become a big problem.
神様の助けによってその許さないことによって生じる問題が起こらないように私たちはすべきです。 And again, compassion is important in ministering to people. また同時に憐れみというのは他の人々に仕える上で非常に大切なものです。 We see that when Jesus moved with compassion, the people were healed.私たちはイエス様が憐れみの声で満たされた時に人々が癒される姿を見ることができました。同時に同じように私たちも憐れみの声で満たされて行動するならば人々をが癒されるのを見ることができるでしょう。Here's a good verse that encourages us in that point. この点で、まあ、私たちに励ましを与えてくださる。そう一つの聖書箇所があります。 Ephesians 5 verses 1 and 2。 エペソ人への手紙5章の1節2節の御言葉です。日本語からお読みしたいと思います。エペソ人への手紙5章の1節2節です。いきましょう。3、はい、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また備え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。 Follow God's example therefore as dearly loved children and walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Just as I was standing here during worship, まあ先ほどここに、まあ、ここで賛美してた時にI was realizing on the ninth anniversary, 私はあの9周年 の, あの礼拝のことをあの思い出したんです。I was talking about fragrance. その時に香り、キリストの香りということをお話ししました。And we had the beautiful flower arrangement at that time too. まあその時もあの美しいあのフラワーアレンジメントが、生け花がこう飾られていたんです。And so here our scripture verse is talking about fragrance again, and we have another flower arrangement.まあここでですね、まあ、キリストの香りということをまあ今日もお話したいんですけども、今日もこのように美しいお花が飾られて、あの香ばしい、かくわしい香りが、漂っています。Anyway, 香ばしかった。Come smell the roses sometime. あの、まあ、バラも食べられるんですかね。No, smell. バラの香りもします。Smell the roses. バラの香りをぜひ。Don't eat them or take them. あの、食べないようにしてください。But you can eat chrysanthemums in Japan. Some chrysanthemums, right? Chrysanthemums, kiku. Kiku も日本では食べるというそうです。But anyway,we are to observe God's love, or we should let's observe God's love here. ここでですね、まあ、神様の愛についてちょっと見ていきたいと思います。And we can know God's love by reading the Word of God, of course. 私たちは神の言葉である聖書を読むときに神の愛を知ることができます。We need to read the great instruction manual, the Bible.なので私たちは偉大な指導書である、まあ、マニュアルである聖書を読む必要があります。Often people walk along in life and they think they know everything. まあ多くの人々はよく自分ではもう十分知っているというふうに感じて人生を送っている人もたくさんいます。But the thing is if we don't read the instructional manual, we're going to eventually be in big trouble. まあ私たちがでももしこのマニュアルであり、偉大な指導書である聖書を読まなければたくさんの問題が人生に起こってきます。 We really don't know enough. 実は私たちは十分に知ってはいないんです。 But whether it be Father God or Jesus, we need to follow their example, as the scripture says. 聖書が言うように、まあ、父なる神様でもまたイエス様でも私たちはその中にこの神様の中に模範を見て、そしてその模範に従う必要があります。Paul said here, he says, follow God's example. ここでパウロは、神に習うものになりなさいと書かれています。And of course, Jesus is our New Testament living example. イエス・キリストこそが新約聖書そのものであり、生ける模範なんです。Jesus himself lived a sacrificial life. イエス様ご自身は、まあ、犠牲の人生を歩まれたお方です。Jesus was living a not my will, but your will be done lifestyle.
イエス様は私の願いではなく父なる神の御心を求めるそういうライフスタイルで生きられました。 In this verse it actually says Christ loved us. この箇所ではまさにキリストは私たちのことを愛しているというふうに書かれています。 And because he loved us, he gave himself up for us. イエス様が私たちのことを愛しているがゆえにご自身の命さえも私たちのためにイエス様は捧げてくださったんです。 And by the way, it doesn't say that Jesus loved only the people who did good. でもまあ同時にですね、イエス様が愛されているのは愛されている人々というのは良い行いをする人だけではないんです。Jesus loved us just as we are, even in sin. イエス様は私たちを愛しています。私たちのありのままの姿で愛しています。たとえ私たちが罪を犯したとしても、イエス様の愛は変わりません。So we can, take a look in our, at the third point here. ここで3つ目のポイントに移りたいと思います。Which is, we can minister to people by demonstrating unconditional love.私たちは無条件の愛を示すことによって人々に使えます。 Unconditional love. 無条件の愛。 This is God's kind of love. これこそが神様のような愛です。 There are no conditions that need to be met in order to receive his love. まあ神様の愛を受けるために何らかの条件があってその条件にかなうように行動する必要はないということなんです。 And if Jesus showed us that unconditional love, don't you think that we should do the same for others? イエス様が無条件の愛を示してくださったのならば私たちも同じように他の人に対して無条件の愛を持って愛していくべきではないでしょうか。 And knowing ourselves, we can realize that we really need God to have that unconditional love. まあ私たち自身を知るときにまあ、この無条件の愛を得るために本当に神様が必要だということが分かるはずです。 We need to daily receive of God's love and forgiveness. 私たちは毎日神様の無条件の愛と許しを受ける必要があります。 And, then we need to release God's love and forgiveness to other people too. その時に私たちは神様の愛、許しを受けて、それを解き放つことによって他の人々を許すことができます。 And by this, God is glorified. それによって神様が栄光をお受けになるんです。 And it becomes like a sacrifice to God. そしてそれが神様への犠牲を伴う捧げ物になるんです。 And sacrifices are like a sweet fragrance. ちょうどこの犠牲を伴う捧げ物というのは本当に神様にとって麗しい香りになります。 We learned about this as I was saying that our sacrifices are like a sacrifice and fragrance to God. まあ先週学びましたように私たちの犠牲を伴う捧げ物は神様に喜ばれる麗しい香りになります。 And it pleases God. そしてそれは神様を喜ばせます。 So all of these points that I'm sharing today are good for any person as I mentioned. まあ今日話したこの3つのポイントですけれども、まあ、あらゆる方にとって本当に必要なメッセージだと思います。 But I do want to say that married people are more challenged in ways than singles are. だけども結婚されている方にとっては、まあ、独身の方以上にこの点においてチャレンジが大きいと思います。 You may disagree with me on this. まあ、あんまりこう同意されないかもしれませんが But, If you're single, my encouragement is enjoy your singleness. もしこの中で独身の方がいらっしゃるなら、今の独身生活をぜひ楽しんでください。You may not, may not always be this way. ずっとそのままというわけではないかもしれません。And Carrie and, not Carrie, sorry, Kevin and Sherry are newlyweds, of course, or will be here. また、まあ、ケビンさんとシェリーさん、まあ、新郎新婦ですけれども、今日この場所に共におられます。And they will be tested, on many of these points. おそらくまあこのようなポイントでたくさん大きなチャレンジ、テストがあるはずです。Maybe every day. 毎日、まあ、そのテストはあります。But as a single person, it's easier to kind of avoid people, you know. だけどまあ独身の方はある意味でそういう問題が起こりそうな時にこう人からちょっとこう離れることはできます。You can, it's easier to keep away from conflict.
また葛藤からまた喧嘩になるようなものから、まあ、避けることもある意味独身ならば簡単です But as a married person, だけども、まあ、結婚してたら It's not so easy to get away from the other person 結婚相手は、まあ、他の方からいつもこう逃げることはできなくなります難しくなりますAnd、as a matter of fact,、you're required to live with this person for the rest of your life, no matter what. 事実、結婚制約のように、その方からどんな状況においても、まあ、相手からこう離れるわけにはいかなくなります。But it's a huge test. それは本当に偉大なテストです。特別なテストです。I remember feeling like I was backsliding after I got married.まあ、実はですね、まあ、結婚後私自身こう感じたことがあるんですあのなんか自分自身が堕落してしまったんじゃないかというふうに感じたことがあったんです I wasn't backsliding. まあ結婚した直後そういうふうに感じたんですけどもでも実際に本当にこう、まあ、堕落してしまったということではありません But it was a lot of breaking that goes breaking of your will、yeah. たくさん の, あの希望がこう壊されたりとか望みが壊されたりしました And、getting along、because you have to get alongあのまあ一緒に時間を過ごさなきゃいけないのでいつも相手と時間を過ごす必要がありました But being married is a great blessing, I want to say. 、まあ、あのそれになれる必要があるんですけどでも結婚というのは本当に素晴らしい祝福であります But it's not easy. でも簡単ではありません I'll say it again, being married is a great blessing. ちょっと強調しましょう結婚というのはあのとても素晴らしい祝福ですアーメンBut as even they say the first year is the most difficult year. でもまあ結婚当初はリンさんあそこで見てらっしゃいますが一番チャレンジな時だと思います。But if you live daily forgiving and loving as much as you can in that day.Things will go much better over the long period. だけども、まあ、愛することそして許し合うことを毎日の生活において神様の助けをいただきながらしていくことによって実はもっと結婚生活新婚生活が麗しいもの素晴らしいものになりうるものです and of course with God's help it's even more fantastic. もちろんこの新婚生活を神様はもっともっと素晴らしいものにしようとしてくださっています But like any relationship for,Releasing forgiveness, saying I'm sorry is important. もちろんどんな関係においてもですけれども、あのまあどんな関係においても私が悪かったですというふうにあのこちらから言うことが大切なことです。And I forgive you. そして私もあなたを許します。Even if it's by texting. Even if you have to text it. たとえそのメールに関しても、If you have to. あのメールでもあの許しますということは大切です。yeah.Or forgive me or whatever. また私を許します。あなたを許しますと。But、if we do these things again, the problems of life and even relationships won't be too big to handle.、うん、もしそれをしていくならば、結婚生活や、まあ、人生においての問題が大きく膨らんで、それが解決できないほどにはならなくなります。I、of course, married Lynn and we were both Christians.まあ、リンさんと結婚して、まあ、私たち2人ともクリスチャンですけど We are still Christians. 今もクリスチャンですよ、もちろん No, I'm sorry. But anyway,、but the thing is, I can't even imagine being married to someone that doesn't know Jesus, really.、うん、でも本当にこうイエス様を知らない人と結婚するということはやっぱり想像もできないことなんです、Just because、it's so important to know God's true love and trueForgiveness. 本当にこう神様の真実さその真実の愛そして許すことを本当に知ることは大切なことです But we all need to walk in humility in our lives. もちろん私たちは生涯、まあ、謙遜にへりくだって歩んでいく必要があります We need to acknowledge that we need other people in our lives. 私たちの人生において他の人は必要だということを知る必要があります And when we do this,Relationships go much smoother. それを知ってそれを行うときに私たちの、まあ、関係というのはもっとスムーズなものになっていきます。And there's less conflict. また葛藤や問題、喧嘩も少なくなります。But really, God is calling us all to be faithful. 神様は私たちすべてに
忠実であるようにというふうに召してくださっています。 God is calling us all to be faithful to him. 神様は私たちみんながまず神様に対して忠実で信仰深くあるように召してくださっています。 God is calling us to be faithful to our brothers and sisters. 神様は私たちが兄弟姉妹、まあ、他の人との関係において忠実であるように願っています。 God is calling us all to walk in love and forgiveness. また私たちすべてが愛と許しの中に歩むように神様は私たちを召しています。 And God is calling us all to minister through our relationships too. 神様は私たちの関係の中を通して私たちが互いに使い合うために私たちを召してくださいました。And if we do these things with the leading of the Holy Spirit, we'll have no hindrances. そのような、まあ、そのように、あの、聖霊様の助けによってそのように生きるときに私たちには妨げや、また、妨げがなくなります。And we'll be able to minister to those around us. 私たちの周りにいる人たちに仕えることができるようになります。So let's live lives that are not grieving to the Holy Spirit.なので私たちは聖霊様を悲しませるようなそのような生活を送らないようにしましょう。 Let's live lives that bring joy to God's heart. 神様の心に喜びをもたらすようなそのような人生を送るようにしましょう。 Let's live lives that bring a fragrance to God. 神様に対して麗しい香りを捧げられるようなそのような歩みをするようにしていきましょう。 Amen. Amen. Let's pray. 最後にお祈りしたいと思います。I'd like to have everyone just stand right now. 皆さん立ち上がっていただけますか? And I just feel like we need to just all offer ourselves up to God. 今神様に自分自身をこう捧げるように祈る必要があるというふうに感じています。Maybe lift your hands to God. 神様にぜひ、まあ、よろしければ手を挙げていただけますか? And just let's pray that we'll give our entire being.私たちのすべてを神様に捧げるように今願いましょう。Father, we give our lives to you. 神様、私たちの人生をあなたに捧げます。May we be a fragrance to you.あなたにとって麗しい香りとなりますように。 We give our relationships to you. あなたとの関係を持ちたいです。 Help us to see people with your eyes. あなたの目を持って視点を持って人々を見ることができるように助けてください。 Help us to have your compassion. あなたの憐れみの心を持つことができるように助けてください。Help us to be faithful and humble. 私たちが忠実でへりくだったものとなることができるようにしてください。 Father, that you might be glorified. あなただけがただ栄光をお受けになりますように。 May we be ministers for you. あなたのために私たちがお使いし奉仕することができるように助けてください。And Jesus, may we be more like you. イエス様、もっとあなたのようにしてください。And touch people with your touch. あなたが触れてくださるように、私たちが周りの人に触れることができますように。Touch people with your love. あなたの愛によって周りの人たちに届いていく、触れることができますように。And touch people with your faith. あなたの信仰によって周りの人たちに届いていくことができますように。In Jesus Christ's name we pray.イエス・キリストの御名によってお祈りします。 Amen. Amen. Let's continue with the spirit of awe of God. 神様を恐れる心を持って礼拝していきたいと思います。 And worship the Lord. そして神様を最後礼拝していきましょう。神様のことをこの1週間覚えて賛美して歩みたいと思います。英語のコーラスから歌いたいと思いますけども、 I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me.
当に神様が本当に私たちのことを覚えていてくださって、私たちは本当にハッピーで自由にされたっていうのを、これぜひ日本の方も何回も歌ったら覚えられると思うので I sing because I'm happy I sing because I'm happyYou even know the number of hairs on her head. でも私たちはの本当に頭の毛の一本一本もあなたは知っておられます。And you take care of us. あなたはそのように私たちに面倒を見てくださいます。
more than we realize. 私たちが気づく以上にあなたは私たちのことを見ておられます。 We do thank you for your protection around us. 私たちの周りに置かれている守りをありがとうございます。 And trust that you'll be with us through this whole week.今週1週間もあなたが共におられることに信頼します。 May you bless this fellowship that's coming up here now. これからの交わりの時間もあなたが祝福してください。 And also bless the wedding of the Kobayashi's here as well. 小林さんご夫妻のこの結婚式も祝福してください。 Thank you, Father. ありがとうございます。 Help us to be happy in you. あなたに会ってあなたが喜ばれる私たちをなれるように助けてください。 Be filled with your joy. あなたの喜びで満たしてください。 In Jesus' name we pray. イエス・キリストの御名によってお祈りします。 Amen. アーメン。